もしもし。もしもし。なんだ。はい、もしもし。もしもし。誰？バーガー。誰だって。しばらくお待ちください。今日、15分、あなたは死亡します。今日、15分、あなたは死亡します。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日15分あなたは死亡します。どうも。
やだ。毎日毎日気持ち悪い。あいつ、あの野郎、もう我慢できない。いねえよ。いつもいんのに、いつも見てんのに、あの野郎ぶっ壊してやる。死ね、死ねよ。ぶっ殺す、あんなスケベ野郎。さっき部屋にいなくてよかったな、お前。もしもし、起きてた？何こんな時間に。暇なの。もしかして今日も家に再婚相手がいんの？うざいでしょ。もっと仲良くしてあげれば、新しいお父さんに。キモい、無理。そんなもんかね。そんなもんよ。
って次は山岸中、山岸中です。お出口は右側になります。死ぬんだ。そうみたい。マジウケる。じゃあこれ最後の電話じゃん。かもね。うっそー、寂しい。短い人生でしたよ。だね。私も寂しいよ。じゃあ残された時間やり残したことしなきゃね。やり残したこと？そうそう、あるでしょ。はい、告白の決意が定まったところで私は寝ますね。ちょっと優子。おやすみ。もう早く送ってくれよ。全然撮ってないの。頼むよ陽子、こっちはそれだけが楽しみなんだからさ。笑って。え、はい、今から撮る。じゃあ届くのは明後日ぐらいか。うん、あっち。今からご飯だからさ。うん、分かってるよ、大丈夫。うん、じゃあ行くよ。はい、じゃあ、はい、パパの方はどうですか？単身赴任は寂しくないですか？ないですか？僕も翔子もママも元気です。あ、でもやっぱりパパがいないとちょっと寂しいかな。ねえママ、ちゃんと撮れてるの？へえ、多分大丈夫だと思うけどな。一応もう一回撮っとこうか。中川急便です。どうも、こちらお荷物です。はい、どうもありがとうございました。どうも。
なるほど、目が特殊か。相変わらずだなこいつは。かわいいな。どこ？陽子、出ろよ。くそ！出ろよ、陽子。なんだよ、これ。おい。陽子。出ろよ。陽子。おーい。旦那さん。見てるか？見てるか。ビデオちゃんと届けるからな。あった。どうせ冗談だろ。
変更か。ここに立たせてチェックするのか。出るわけないよな。死んでないじゃん。
のこれどうぞ。あ、はい。片付けなきゃいけなくてさ、でも洗濯物も溜まっちゃってんだよね。ごめんね、また誘って。あ、じゃあね。様ですか。
もしもし。ねえ、死んでないじゃん。悪かったね。結局何だったの？いたずらかな。あ、そういえば告白は？夜メールしちゃったよ。どうなった？返事来ない。玉砕ですか？うるさいよ。じゃあ、すいません。ドリンクバーで。はい、かしこまりました。
10月12日25分死亡確認しました。この番組はグラクソスミスクラインとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。